パーン。てか聞いて、はい、カレーこぼした白衣装。おこれはこの方だ。マリモトです。はい、これはどこですか。撮影を白衣装でしてたんですけど、はいはいはい、この後にもまだ撮影が残ってるっていう状況で、はい、そのカレー食べ終わったした時にボソっていきました。うわ、どうしたの。急いで急いでその衣装さんの方に行って、すいませんつけちゃいましたって言ったら、うん、分かったみたいな感じで、なんとかしてくれた。はい、直していただきました。まずい。これは加水先生いいですね。これはね、はい、いいですね。もう手か聞いての入りがすごくいいじゃん。なんかこう距離がギュッて縮まるというね、はい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 、友達になったような感じがするでしょ。確かに。おう、うん、これはもう本当に大井ちゃん入選です。なるほど、さすがですね。大井ちゃん入選です。これ衣装を汚しちゃったことがあるって人いますか。やっぱ大変ですよね。はい、はい、にぶちゃん、ちょっと忘れてしまったんですけど。そうだろ、うん、進行してて経験したことない。はい、ちょっと忘れちゃったんですけど、大倉病院行った方がいいんじゃない。大丈夫。丹生さん、天然が過ぎるとお友達の金村さんにラジオでいじられちゃうから気をつけて。